親父、はいはい、確認は絶対に持っておくべき、うんうん、親父の推しアイテム5000、はい、ありますか。ああ、これね、コメントとかでも結構ね、なんか親父がつけてるあれって何ですかとか、うん、いろいろみんな ね、来るよね。そうそうそう。はい、今回は例えば職人使う工具とか、うん、そういう紹介ってよりかは、どっちかというと、まあ、僕がつけてる備品関係とか、うん、常に持ち歩いてるものを仕事する上で、そこをちょっと紹介したくてですね。日常的な。そうそう。で、はい、やっぱ工具関係だと職種によってさ、ちょっと必要どうかっていうのが分かれてきちゃうというのはあるんですけど、はい、今回紹介すると5個紹介したいんですけど、どの職人でももう持っといた方が絶対いい、仕事を円滑に進める上で、うん、絶対に持っておいた方がいいよっていうものを5個ありますんで、はい、ぜひね、楽しみに、見ていただき、最後まで、飛ばさないでね、見ていただきたいなというふうに、はい、お願いします。はい、思います。それでは本編の方行ってみましょう。ゴーヘイ。はい、ということで、まず一つ目からね、ちょっと紹介をしていきたいんですが、まず一つ目がね、僕のまあトレードマークと言っても、まあいいんじゃないかなと言うんですが、このサングラスですよね、このサングラス。うん、まあちょっとこのサングラス自体は僕が使ってんのはね、前動画でも紹介したんですけど、ジンズさんの、はい、まあメガネ兼サングラスみたいな感じのやつになってて、僕はまあ赤系が好きなんでレンズはエンジンしてて、これは動画入ってる、まあ、サングラスなんですけど、うんうんうん、まあこのジンズさんのサングラスがいいよっていうのはまあもちろんなんですが、はい、そうじゃなくて、今回はどちらかというとこうサングラス自体ね、皆さんつけた方がいいですよってのが一つありましてですね、はい、なんでかっていうと、やっぱ現場で仕事してると目にゴミ入ったりとかやっぱあるんですよ。まあ皆さんね、職員の仕事したら経験したことあると思います、実際、うん、で、昔僕もずっとコンタクトつけて目はね昔から悪かったんですよね、はい、職人始めた時18ぐらいの時から悪くて、ずっとコンタクトつけて仕事してたんですけど、まあ何回もね経験しました。仕事中に血粉入ってゴミ入った、なんならもう僕それ病院行ったことありますから、目にそうなんか入ってとかでね、職員仕事してるとつきもんだと思うんですけど、うんうん、やっぱこのサングラスを日常的につけるようになって一回もなくなりました。そう、目にゴミ入るストレスみたいなのがね、もちろんまあメガネ汚れたりとかしますけど、まあそれは別にさ拭き取ればいいだけの話であって、はい、雨降ってる時とかにメガネってうざくないですかみたいなのも結構コメントで来たりするんです。雫ついちゃってる。そう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 、来る、はい、あるんですけど、実際ね僕も最初そう思ってたんですけど、仕事してれば慣れます。普通に。慣れるんですか？慣れます、慣れます。全然気にならないで、僕、雨の中でもメガネつけて仕事したりとかしてますから、はい、まあ、そこは慣れがあるんで、全然大丈夫かな、というふうに思いますね。なんで、ね、あと、プラスサングラスって、火を使う現場とか、溶接がある現場とかだと、はい、シンプルに、なんだろう、目ってね、溶接焼けってのするんですよ。火がバン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 そこら中で溶接してるところにいると、視界で直接見なくても、やっぱ、目が日焼けしちゃうんですよね。まあ、肌と同じで、はい。で、目が日焼けしちゃうんで、僕、目もあんまし、その強いタイプではないので、昔サングラスしないでコンタクトしてる時とか溶接焼けしちゃって、コンタクトしてる時に溶接焼けめちゃめちゃ危険なんですよ、うん、まあ、失明する確率もあったりするんで、うん、目が弱い方は絶対にサングラスつけた方がいいかなと思います、うん、まあ仕事中に使うものなんで、はい、あんまあの真っ黒なやつとかだと、まあ、視界が悪くなるから、うん、まあ、僕はこのエンジのちょっと薄い系ぐらいの方がやっぱ仕事もしやすいし、いいかなっていう感じなんで、うん、まあ別にこれ水色とかさ、黄緑とか、ちょっと黄色っぽいやつとか、はい、それこそ人それぞれ好きなカラーリングで、全然いいと思うんで、はい、まあサングラスは普通に保護メガネとしても使えるし、この溶接対策とかでも使えるんで、うん、ぜひ皆さんね、明日から使ってみていただいては、どうでしょうかという感じですね。はい、で、これがサングラス一つ目。はい、で、二つ目が、この僕がいつもつけてるね、骨伝導イヤホンって言えばいいんですよ。はいはいはい、骨伝導ヘッドホンって言った方が正しいのかな。で、これはショックズさんっていう、ちょっとメーカーのやつ。これはまあ一番多分、この骨伝導系のやつで、まあ有名なブランド。うん、もう世界で多分一番売れてるんじゃないかな、うん。イヤホンとしての機能はもちろんあるんですよ。ここの部分が耳のこの脇のところに当たって、まあ、これ喋るとさ、みんな手当てるとここ震えると思うんですよね、うんうん、ここの部分から音がガーって耳に聞こえるようになってる。で、ここのブームの先端のところがマイクになってて、電話とかもできますよという感じになってるんですけど、これね本当に耳が塞がんないってのが一番の利点でして、うんうん、イヤホンでいいじゃんっていうね、方が結構大多数いるんですけど、はい、イヤホンだと耳が塞がるから会話が聞き取りづらくなるんですよ、うんうん、仕事をしてる上で現場で仕事しててさ、
会話が聞き取りづらくなるってもう危険じゃん、普通に考えて、うん、そうですね、そうそう、だからちゃんと音は聞こえるべき、会話はできるようになるべきっていう部分で、まず耳を塞ぎたくないっていうのがまず第一条件なんですよね、うんうんうん、でその上でこれ電話もしやすい、ハンズフリーの通話とかもこのマイクがついてるんで、 Bluetooth のイヤホン、皆さんがプライベートで使ってるようなやつよりも通話性能もすごいいいんですよ、このマイクのおかげで、はい、まず仕事中に、ハンズフリーで仕事あの通話とかをしたい方、やっぱ電話とか取る人多いと思うんで、現場で働いてるとね、まあ職長やってる方とか、まさしくね、職員の方とか現場監督の方とか、まあ自分の部下の方とかと電話でやり取りするってことも多いと思いますから、はい、そういう方は、これすごいおすすめで、うん、普段なんだろうな、職人で電話とかあんま取らないよっていう方とかも、まあこれつけとけばいざという時に会話とか通話もできますから、うんうんうん、とりあえずつけて、まあ邪魔くさいんじゃないのっていう人の気持ちもわかるんですけど、うんうん、これもさっきのサングラスと同じく慣れます、うん、あのずっとつけてると、もうつけてるかつけてないかわかんないぐらいやっぱ慣れてきますんで、重くはないんですね。いや全然重くない、これ本当に、あのそう、それもよく聞かれるんだよね、はいはいはい、重いんじゃないのとか、もう重さなんて全く感じないです、これ毎日つけてる、全く気にならなくなりますんで、僕なんてもうこれサングラスつけてこれつけてるんですから、重かったら頭こうなっちゃうすごいですもんね、そうそう、いや全然全く気にならないし疲れませんから、はい、もうこれ騙されたと思ってね、でしかも防水、防水、そう、防水もついてるんですよ、防水機能もあるんです、ね、そう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 、でさすがにこの先端のマイク水に突っ込んだりとかしたらこれダメになりますけど、はい、雨の中使ってて今のとここれどんぐらいだろう、もう1年半か2年ぐらい使ってんのかな、これもね昔ね一モデル前があったんだけど、その時は防水機能が弱くてなんか壊れたとかって声もあったらしいんですけど、多分それが改善されて今すごい良くなってる、いいですね、うん、っていうところがありますんで、ハンズフリーのなんかイヤホンとかそういうの探してる方はこのショックズさんのね、はい、骨伝導ヘッドホン、うんうん、すごいおすすめなんで、ぜひ使ってみてください、はい、と、これがまあとりあえず2つ目で、つ目、次3つ目、次3つ目、はい、これ次3つ目なんですけど、これとセットで皆さん紹介したいのが僕が普段つけてるアップルウォッチですよね。これね、まあ、前も動画でちょっと一度紹介したんですけども、この良さをね、説明したくてですね、ぜひこの骨伝導ヘッドホン使ってる方は一緒に合わせて、このアップルウォッチをつけてると、すごいいいよって話をしたいんですけど、はい、アップルウォッチもちろん時間をね、日常的にチェックできる腕時計。うんうんうん、まあ、腕時計は僕昔 G-SHOCK ずっとつけてたんですよ、うん。現場では。やっぱ丈夫だし壊れづらいってのがあって、はい、G-SHOCK ずっと使ってたんですけど、それ以上に僕使いやすいなと思ってアップルウォッチに変えましたと。うん、でやっぱ時間をチェックする機能はもちろん見やすい、時間すごい見やすいしいいよねっていうのはプラスアルファ、電話とか通話し、着信した時に、はいはい、通知が出るわけですよね。でこの通知でスマホとか携帯を見なくても誰から電話が来たかとかってすぐわかるんですよ、うん、だからこれすぐ取るべき電話なのか、後ほどあの折り返しても大丈夫な電話なのかって名前見たりすればわかるじゃん、大体、うんうんうん、そうなんだけど、これがないとこの骨伝導のイヤホンとかがバープルルってなっても誰から電話来たかがわかんないわけ。で、これが不便なわけよ。とりあえず電話出るしかないから。はいはい、で、なんだけど、これがあれば手元プッて見て、仕事とかなんかこうしながらでも、プルルルってなったらこうやって見て、ああこれやばいすぐ出ないとなと思ったらピッて押せば、電話出れるんで、なるほど、そう、ここのさ骨伝導のイヤホン、ちょっとさっき説明し忘れたんですけど、ちょっと付随でね、ボタンがあるんですよ、ここのところに、ここ押すだけで、はいはいはい、通話出ることができるんで、うんうんうん、このアップルウォッチとの合わせ技をするとプルーってなって、着信誰だなって確認できたら、ここのところプッて押せばそのまま通話出れますよ、うん、みたいな感じのこのコンボを使えますんで、うん、これはすごいおすすめです。これ作業効率僕ねめちゃめちゃ上がりました、これで、うんうん、アップルウォッチを押すといつももうだいたい来る質問ってか、そう、批判コメントみたいなので、はい、現場でつけてたら壊れませんかみたいなことを言う方いるんですけど、はいはいはい、壊れたことないっす、これ僕現場で使う、ね、そう使ってて、でまあ昔はあったのかもしれないけど、今のアップルウォッチってすごい頑丈で、しかもケースもすごいんですよ。僕がつけてるケースよくなんか G-SHOCK みたいですねって言われるんですけど、はい、まあ、これもすごい頑丈で使いやすいですし丈夫ですし、プラスここのフィルムも、もうガラスフィルムみたいなやつもあれば、がっつりここカバーされてるカバーとかもあるんですよ。もう隠れちゃってるね。うんうんうん、やつもあったり。覆ってるやつですね。そう、覆ってるやつもあるんで、はい、まあ不安だったらそういうのをつければいいですし、そういうのとかガラスフィルムを使っていただければ、壊れるってことはまずありませんから、プラスアルファ、あと防水ね。防水機能も今アプローチってめちゃめちゃすごくて、はい、本当水に使っても全然壊れないっていうレベルですから、うん、もうここの何、さっき紹介したショックズさんの骨伝導とこのアプローチ防水機能どちらもすごいんで、ぜひ現場で働いてる職員の方々、職長の方々とかは、この二つはね、何が何でも僕は取り入れてほしいなと、うん。作業効率めちゃめちゃ上がります。騙されたと思って、うん、ぜひ一度ね、使ってみていただきたいなと。はい、前にショートで、うん、
紹介した時あったじゃないですか、うん、はい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 、はい、このコメントで、うん、あの手こうしてて反応するのかみたいな、はい、あこれね、あ手こうしてると多分肌と直接接しないから、はいはいはい、ヘルスケア系の機能ってあるじゃないですか、はいはいはい、なんかあの血圧を測ったりとか心拍数測ったりとか、はい、その機能は確かに使えないです。これ抵抗してると。だからそれが一つ、デメリットかもしれないですね。それがどうしても辛いって方は抵抗を外して地肌につけてください。まあそれだけの話じゃないですか、けど実際ね。そうです。抵抗の上からするとその機能が使えなくなるから、それは一つ、なんだろうな。機能を無駄にしてるって言ったらそうかもしれないけど、うん、まあ、連絡には困らないっていう、そう別にこれが肌についてないと着信が取れないとかっていうわけではないので、うんうん、着信機能とかには全く、まあ、確かにそうデメリットはないかなっていう思うんで、はい、そこは安心して使ってみてください。一押しです。この2つは特に、はい、一押しなんで使ってみてくださいと。次が4つ目ですか。4つ目ですね。4つ目に関してはですね、まあこれもね動画出したらかなり反響あったんですけど、はい、これですよ。これ、わかります？かおりさん。あれですか？アイコスケース、ね。そうですね。これ、アイコスケースですね。はい、これ、まあ、今、テリアのね、やつを入れてるんですけど、はいはい、これね、まあ、だいぶ反響ありましたね。ショート動画で上げた時にね。どういうものかっていうと、はい、まあ、このケースを入れるんですよ。はい、この、テリアのケースとかをね。うんうんうん、で、これ、やっぱ職人工事やってる方だと共感できると思うんですけど、やっぱ胸ポケとかに入れてると、汗で、このもう中の髪が、裸で持ってるとね、なんかもうびちょびちょになっちゃって潰れたりするんですよ。うん、これで、普通この胸ポケとかに入れてるとね、はい。で、これもう昔のタバコとかもそうなんですけど、やっぱ潰れちゃったりとかするの共感できると思うんですよ。うん、ただそれを昔のタバコでもケースに入れてた人多分いると思うんですけど、うん、それがようやくこの、なんだろう、アイコスとかそういう系でも、イルマのやつとかでも出ましたよっていう話ですね。形状はすごいシンプルですよ。うん、もうプラスチック。僕は透明なんですけど、これいろんな色があって、赤とか水色とか黄色とか、いろんな色があるんで、ぜひ皆さんお好みのものを選んでほしいんですけど、もうこれシンプルにこうやってパカパカするだけで、こういう感じの、クリアな箱になってます。柄があるやつとかもあるんで、まあ、好みのやつ選んでみてください。はい、楽天とかアマゾンとかで、めちゃめちゃいろんなの出てるんで、で調べてほしいんですけど、これシンプルに、例えばこの心拍を買いました。そしたら、ここに開けて、ここにスッと、入れるだけです。これでもう OK、セッティング。うん、あとはもうこれで開きますから、こうやって、はい。そう。だからめちゃめちゃ使いやすいし、で、これで胸ポケ入れてると、雨とか降ってても、全然もう濡れませんし、うん、汗とかでも濡れないんで、うん、ぜひ、これね、地味なんだけど、まあ、多分、タバコを吸う、電子タバコとか吸うタイプの、職人さん多いと思いますんで、建設業界、まだまだ喫煙者の方ね。はい、なんでこれは一つ持っといて、なんだ、損じゃないというか、うんうん、1000円ぐらいで買えますから、ぜひ僕もこれ1000円で買って、多分もう2年ぐらい使ってるんじゃないかな、多分、ね。おー、丈夫な。そうそう、丈夫で長持ちしますんで、ぜひね、一度使ってみてくださいという感じです。はい、で、これが4つ目ね。最後ね、これ5つ目も、これ多分相当ね、そんなあるんだみたいな感じになると思うんですけど。うん、最後のアイテム。そう。いつもこれですね。何かわかります？何ですか？定期入れですか？定期入れね。まあ、定期入れも確かに大切なんですけど、はい、これね、マネークリップですね。あー、はい、大人ですね。そう、大人なんですけど、これ職人さんね、なんでこれを僕がおすすめしたいかと言いますと、はい、仕事中って、マジで財布ってかさばるんですよ。はい、普通に二つ折りでも長財布でも。男の人特に長財布使ってる方多いと思うんですけど。はいはい、そうですね。で、昔ながらの職人さんとかだと小銭をポケットに入れて、うん、飲み物代とかだけ、弁当代とかだけ入れて、仕事現場には出るみたいな方が多いと思うんですけど、はいはい、僕裸で金をね、ポケットに入れるのが嫌いでして。で、まあ、チャリチャリ音鳴っちゃったりとか。そう、鳴るし気になるし、はいはい、あと札とか入れてると、それこそ濡れてダメになるんですよ。っていうのがある。雨降ってると怖いしね。タバコのケースに一緒に入れるとかっていう人も中にはいましたけど、それもそれでね、濡れたら嫌だし、みたいなのもありますから、はい、そういう方に本当におすすめなのがこのね、マネークリップなんですけど、うん、これシンプルなマネークリップ。まあ本当にここで、なんだろう、札、お札をね、挟めるようになってて、で、プラスこうやって、ここの部分に、カードとかも入れるようになってるんですよ。はい、だからクレジットカードとかを使う方はぜひね、ここに1枚ぐらいね、うん、入れといていいかなと思いますけど、プラスアルファはね、ここね、小銭を入れるんですよ、ここに。まあけど本当に入れれるのは10枚ぐらいですよ。入れすぎてもかさばるんで、うんうんうん、これあくまで普段のお財布が1個あって、プラスアルファ現場用の、もう現場で使うためだけの財布みたいな感じで、このマネークリップが1個あると本当に便利。うん、で、僕はいつもここに本当1000円札とか2000円札ぐらいを、ここに挟んどいて、小銭を本当100円、200円、300円ぐらいここに入れといて、はい、で、たまに今って自販機でクレジットカード使えるところが、ごくたまにありますね。そうそう、あったりするから、はい、クレジットカード1枚だけここに入れといて、うんうんうん、あとはこれを胸ポケに入んのよ。
普通に、ここにね。やっぱりこう、お尻のポケットに入れるよりいいですか？いや、マジでね、お尻のポケットに入れるの邪魔なのよ。これ本当に。まあ、しゃがんだりとか。そう、腰道具とかつけるじゃん、職人さんで。はいはいはい、すごいケツに当たって邪魔くさい。違和感がすごくて、うん、僕はすごい嫌いなんで、だここの胸ポケに入れる分には全然邪魔じゃないから、このサイズ感だからね。で、薄いし、薄いですよね、これだよ、これ。だから全然気になんないわけ、はい、だからいつも大体もうこれにあとアイコスとかだけ入れるみたいな感じで僕はやってますんで、うん、現場でのお金管理がかさばってもうしょうがない悩んでいたという方がもしね、はい、この動画でいましたら、これねアマゾンで売ってるんですよ。このなんだろう、いろんなメーカーさんがとりあえずこの小銭も入れれて、マネークリップみたいなのが、結構出してるんで、はい、ぜひ僕はアマゾンで買った気がするんで、ぜひアマゾンとか楽天とかで調べていただければいろんなメーカーさん出てると思いますから、一度ね皆さん騙されたと思って、手に取ってみてくださいという感じで、ちょっと以上5点ね紹介させていただいたんですけども、はい、サングラス、骨伝導イヤホン、はい、アップルウォッチ、アイコスケースからのマネークリップね、はい、この5個備品ね、職員だったら現場で持ってたらめちゃめちゃ役に立つと思いますんで、ぜひもう一度ちょっとチェックしていただければなと。でぜひ気になったものがあれば手に取っていただけたら嬉しいなというふうに思います、はいはい、ということでね、以上5点、現場で職人が絶対持っておいた方がいい、親父の一押しアイテムね、5点ほど紹介させていただいたんですけど、今回のこの企画もね、コメントでね、なんかそういうのを、紹介してくださいみたいなので、いただいて今回企画として取り入れさせていただきましたんで、はい、ぜひね、他にもこういうのやってほしいとかありましたら、こういう企画もね、なんか現場から、まあなんだろうね、遠からず、近すぎずみたいな感じの企画もちょっとやっていきたいなというふうに思いますから、はい、皆様の需要に応えためにもね、ぜひコメントで教えていただけると、企画提案いただけると、嬉しいなというふうに思いますと。で最後にちょっと告知関係になってしまうんですけども、野田組のね、求人、随時募集しておりますと、はい、いうことで、野田組はね、飛び工事、家事工事、土工工事、今、どんどん広げていって、職人随時募集しておりますので、未経験の方でもね本当大歓迎ですから、ぜひ、興味ある方、親父と一緒に働きたいという方はですね、野田組の求人情報、ホームページの方ね、チェックしてください。各、SNS の概要欄、URL の方から飛べるようになっておりますので、一応チェックしてみてくださいという他にですね、あとは普段僕が紹介してる、資金繰り改善サービスラボルだったりとか、うん、建設業特化のホワイトな転職サイト建設ジョブズの方もね、随時、動画でも紹介していますし、 URL の方も概要欄に載っておりますので、興味ある方はそちらも合わせてチェックしてみてください。よろしくお願いしますと、はい、こういうね面白い動画どん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 上げていきたいなというふうに思いますから、かおりさんもねコメント欄随時チェックしていただいてますもんね、はい、はい、ということなんで、ぜひ皆さんね企画提案の方引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。チャンネル登録フォローよろしく。高評価いいね。ごへー。